ACDC。 皆さんこんばんは、ミュークアンチのタイちゃん。はい、ということでこれでもうね、11時半でございますので、こんな感じでやらせていただいておりますが、はい、本日の動画はおみこはい、ということでおみこといえどもね、まあ、いつも俺らがやってるお土産交換会じゃなくて、今日はね、お土産購入会ということで、ユニバーサルスタジオストアに行きたいと思います。あるやつやね。てか早速ね、見てめっちゃ可愛くない？あ、可愛い。上下セットで。え、上下セットあったん？これ4,500円。めっちゃいいやん。ね、ま、値段は日本とそんな変わらんか。4,500。それちょっと安いっしょ。逆に安いかな。5分ぐらいするやん。戻ったとか日本ないやん。これが買っていくなんかやろ。40ドル。これはあるやん。表情可愛い。これめっちゃ可愛いな。ポップコンもせっかい。これポップコン。一番がいいやろ、さっきの。でもこれはいいよ。え、めっちゃ、これもほんまに可愛い。日本見たことない。でもね、これフィギュアじゃない。あの、西野の2人がこっち向いてめっちゃ笑ってるんですよ。ええやんな。これ45だろ。45だろ。あ、これは俺欲しい。バンブルビーのポップコーンバケツ。あの、これ持ってユニバー行ったら多分スタッフにめっちゃ、おっ。ちょっとこれ持ってユニバー行きたくて。これ抜いてるからやろ、それ。ほんまや。誰かが向いたんやね、これ。試したかったよ。これとこや。なんかジュラシックパークはさ、日本で買えるじゃん。そうやね。俺が欲しいのは、ユニバーサルシンガポールって書いてるシャツです。ああ。ほうかさん、全然着れるやん、こういうの。ユニバーサルスタジオシンガポール。シンガポールって書いてる。今日これ、どやれるで。どやれるな。あ、似合うやん。一番似合う。めっちゃ似合う。めっちゃ言うやん。めっちゃ可愛い。グラスコーナーです。え、これさ、何それ、めっちゃ可愛い。ドラさせる。そう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 、それ可愛い。可愛いやろ。蓋もあるし、編集の時、そう、編集の時めっちゃいいなと思って。ペット置いといてさ、可愛い。あ、こんなんやったんや。値段は変わらんな。サンリオです。サンリオのバツマル。いいじゃん、写真に戻って。デニム、はい、俺それ欲しい。これちょっと見て、絶対いいと思うよ。グデタマ、グデタマ。そうそう、 USS にはグデタマがある。そうやな、忘れてた。今思えばグデタマってサンリオなんや。ていうかさ、このレイアウトの仕方神がかってない？バツマル君おったんや。やっぱり選びやすい。バツマル君どこにおる？めっちゃいい。値段めっちゃびっくりすんだよ。はい、ハイアンドローで言って。体感と言って。ちょっと上行くの。いいよ。失敗。何万円？もう一回。2,800円。ああ、いい感じ。あ、3,100円。2,300円。めちゃくちゃ安いよね。ちょっと高いさ、えぐいって。ほんまや。ほんまにちゃんと色落としてるんです。すごい、めっちゃ可愛い。これやな。それもう2回いじった。いじった。入れてなかった、ワニ。かわいい。でかい、めっちゃでかい。洗いづらせやな。かわいい。硬い。水筒。やばいな。え、かわいい。これ、じゃあ水筒水筒どれぐらい入る？ウォッカ入れれるやろ。え、シンガポールデザイナー完璧じゃない？まあ、日本も完璧や。てか男心をくすぐるデザイン多いよな。日本にないかっていうとめっちゃ可愛くない？これそれ絶対買うべきやろ。シュレックも欲しいよね。あらあらあら、どっちもいっちゃいな。これで2,300円。これいくらやと思う？1,800円。みんなこれいくらやと思う？1,300円。安い。めちゃくちゃ買う。ターキーレッグ食べそう。お名前ゾーンがある。なるほど、怖いな。怖いかな。見て、これユニバで使えるじゃん。めっちゃ怖い。かぶってたよ、女の子。え、かぶってた。あ、かぶってたわ。めっちゃ可愛い。これはなんか高そう。生地がめっちゃ良さそう。可愛い。バリギア、バリギア。いや、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 
そう、これ USJ シンガポールのユニバで買いましたが、1点張りでワンチャン入れるそうですよね。はい、ユニバ、ユニバだよ。俺、天文入荷時なんかちょっと地球儀これいくらするの？6000円。あー、結構するね。これ違う、こっちこっち。このセットいいですね。帰り皆さん、これは仮面エジプト行った気になれるセット。おかず、ちなみにここさっき持ってました。神への道徳を働いてめちゃくちゃいい。かわいい、クッキーマンやろ。いいじゃん、かわいいやろ。めっちゃ、お母さんかぶってみてよ。お揃いにしたら似合わなくもない。似合わなくもない。色がいい感じやね。めちゃくちゃいい、おしゃれ。普通におしゃれ。顔2つか、みんなで顔、みんなでかぶる。みんなはちょっと恥ずかしい。それめっちゃ可愛いと思う。これめっちゃ欲しいね。それにしたら。で、これめっちゃ可愛いよね。これか、クラッシュ。あ、そうなん。あ、ほんまや。履いてる。え、めっちゃいい。絶対こっち。これ持ってきてしもた。クッキーも。可愛いな。可愛い。使えるよ。これとこれだ。先生がめこっちの方が好きかな。あ、スノードーム好きやもんな。でも、あの、あれがないよ。スノードーム世代やから。ユニバーサル。ユニバーサルずる。あ、こっちユニバーサルあれよ。あ、ユニバーサル。ちょっと見て、わかんない。わかんない。すげえ。すげえ、デザイン変わる。ねえねえ、これどうかな、言って。あ、でももう今が冬やで、大事。ここは。欲しい。本人の格好。見てみきゃの格好もう欲しそうやん。どいてこれは何？思ってたね。パッセラ？そんなに欲しかった？すごい。頭までそれはちょっと。いや、いいよ、もちろん。かわいいじゃん。はい、前と後ろに変わる。すごい。すごすぎ。どうやって変わる？どういう着こなし方するんやろ。逆に見てみたいけどね。あれ。あ、かわいい。めっちゃかわいい。え、ケイスピー。ケイビン・スチュアート・ボブ。名前とか知らんかった。めっちゃかわいい。しかもカンフやん。これにしたい。めっちゃかわいい。黄色めっちゃ似合うわ。めっちゃ左やん。ベローって書いてるやん。かわいい。ベロー。おいちゃんあんま似合わない。色かな。ちょっと。黒いかもしれない。はい。
はい、ということで日本に帰ってまいりました、はい、肌の購入品自慢大会に、じゃあもうちょっといっぱい買ったから、はい、最後は全部これ買いましたとかじゃなくて、もう一個ずつちょっと自慢していこうか、順々に、順々にちょっと自慢していきましょう、ね、はい、じゃあまずサイカから、はい、じゃあサイカ大きいやつからいこうかな、はい、こちら、じゃーん、シュレック帽子、シュレック帽子、これ多分、はい、動画でもちょっとかぶってるんやけど、まあ、日本でないからいい、そう、日本でないじゃあね、これさ、めっちゃたまに USJ でかぶってる、なんか見たことあって、ね、めちゃくちゃ可愛いな、あれとか思って見てた、あれシンガポールのやつやってるな、そう、めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、色もこれ意外に可愛い、そうそうそう、他のいろんな服でも合わせれるな、そうそうそう、うん、ちょっと待って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 、はい、じゃあ次、じゃあ買ったはい、じゃあ次、なにお揃いや、あ、いいやん、お揃いいいね、お揃いユニバに2人でご飯行こうか、めっちゃ可愛い、あの今度 女子会大体2,300円ぐらい、めっちゃ安くない、安い、これ USJ 売ってたら 3,4,000円するよ絶対、するか、あ、するか、絶対する、3,000円もするよ、ね、なんかシンガポールってあれだよね、かぶり物が安いっていうイメージかな、地位厚いあれかな、そこ夏のところやからそうなんだよね、じゃあ次俺バケヤーバケヤー、ちょっと巻きでいこうか、はい、はい、かわいい、かわいい、ちっちゃない、これね、リバーシブルリバーシブルバケヤー、かわいいでしょ、ジョーゴみたいな頭めちゃくちゃな、めちゃくちゃ気に入ってるよ、これ、かわいくない、かわいいけどさ、はい、じゃあ次ちっちゃいのが気になる、お母さんじゃあこれですか、はい、じゃーん、最近ちょっとノート書くのにハマってんですね、ノートってハマるもん、まあ、わかるよ、これめっちゃ可愛いね、いいちょっと見てくれる、さっき気づいてんけど、ほらなんかこう、凝った絵本みたいな、凝ってるよ、うん、中がほら、中めっちゃ可愛い、可愛い、これさ、俺 USS 行って思ってさ、うん、これ日本のやった絵本ってたらさ、うん、売られ方がおもろかったよね、どのノートも中身が確認できる、そうそうそう、あ、こういう風に、なんで袋に入ってた、そう、はいはいはい、こういう風に入ってきて畳んで置かれてたから、これ絶対やった方が日本もマネしてた、これな、中身やすいから買うの、うん、このままか可愛かった、これまあまあ分厚い、何倍も思った、1,500円、ちょっと惜しいな、惜しい、1,200円、あ、してた、うん、これ1,200円、あ、そうなんや、めちゃ12ドル、キティちゃんが USS に来たみたいなデザインですね、可愛いね、はい、じゃあ次タットン、はい、じゃじゃーん、トランスフォーマーの水筒やね、ステンレスのやつ、冬はキンキン、夏はチンチン、ギャグじゃないといけんのじゃないそう、ネケちゃんは大きくて、これなんでいいかっていうと、この形かわいいよね、かわいいね、鉄やから、まあ、キャンプにも持っていけるしいいかなと思って、そうやね、うん、なんかキャンプ持ってたら傷だらけないですから、それもいいかも、それがかっこいい、それが味見だから、ちょっとデビタリーの色にしますか、以上14ドル、はい、14、はい、じゃあ次、じゃあ次さやか、こちら、じゃじゃーん、あ、それもそうだよ、ビッグバードのトートバッグでーす、うん、シンプル、こちらがこんな感じ、これはね、買う予定はなかったんやけど、あのタイと行った時に写真を買ってね、うん、入れるものなかったからちょっとそれ買ってみようっていうことで買いました、いや、いいんじゃない、うん、ポケットあるんや、ポケットあるんや、かわいい、なかなか日本であります、ポケット大事、2,3年、えそんな人、2,000後輩って、そうそう、後輩、じゃあ次、はい、またバケハ、ちょっと巻きでいこうかなはい、これね、はい、オレンジ系のやつ、かわいい、これめっちゃデザインいいな、はい、これはちょっと大きめなんで、かわいいんじゃん、かわいいね、これも素晴らしいです、これもね、これもいいです、はい、だが、じゃあ次はお母さん、じゃあお母さん T シャツ、おおセサミ、セサミストリートの、かわいいです、あれはかわいかったかな、あ、かわ、あ、そう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 、じゃあいい、あえてこれを L かった、38度、なんかボックスラーね、なんか柔らかいよね、ちょっと薄い、優しいよ、ユニバに着ていきます、はい、みんな手揃い、これでグリしたらみんな喜んでくれそう、はい、じゃあ次、こちら、じゃじゃーん、かわいい、
一瞬ユニバやと思わんよ ね。なんでこんななんかこんなやつわからわからここはわかる。ユニバーサルスタジオシンガポールって書いてるやん、こういうこれが書いてるやつが欲しかった、かる、そうせっかくやしど真ん中に USS もついててもいいねんけど、これいいなと思う、はい、それ夜に光る系のやつ、これ光るやつだ、すげえ白が光るのかな、そう白がお星様になるやつ、じゃそれ結構ホラーナイトとかに着ていたら可愛いかも、確かに、ね、今も着ていかないもう寒いね、でも次追加してもらえるかも、そうそうシンガポールとかいいね、もうシャツ買ってる人おらん、ちょっと待ったらやらん、ちょっと待った誰かおらん、はいはい、ちょっと待った、俺のこの今着てるシャツじゃん、さっき欲しいんだ、忘れてた、はい、めっちゃいいと思います、次にスチュワートボムやの KSB、 KSB 色がいいね、色がいいよね、可愛いでしたね、これは可愛いね、マジでミニオンがやたら人気なんか、そうやね、めっちゃ良かった、ミニオンの人ね、ぐで玉が人気なんだよ、シンガポールって、あのどこの売上げさ行ってもぐで玉とミニオン、あ、ヒクドラゴンもな、あ、ヒクドラゴンね、そうめっちゃ良かったね、うん、ゆうこんち、はい、じゃあ最後戻ります、こちらなんだこれ、スチームアイマスクって、ね、そうです、アイマスクでちょっとなんかさっきパッと開けたんやけど、うん、こんな感じで入ってて、なんとねバナナの匂いがするのよこれいいのか悪いのかっていうとこないけど、まだそれか使ってません、でもいろんな匂いあったで、そう種類あったよね、メグリズムみたいな感じか、そう、桃とかあったよね、彼女スイートカッター、スイートカッターさ分からんけど、バナナ大好きなのでバナナ買います。それまた今度使っていきたいと思います。お菓子みたいだな、それ入れる。そう、これ5枚入りだね。5枚入りで、8ドル。ちょっと待った。はい。お菓子っぽいといえば、じゃじゃーん。何なの？お菓子これ。でもお菓子じゃない。ちょっと開けてみていい？ユニバーサルお菓子。このね、ユニバーサルそう、僕そう思って今手上げてるけど。地球グローブ。ああ、なるほど。何も入ってないな。入れ物やね。入れ物やね、これ多分。そもそも中身空やわ。にしてはじゃ結構高いな。28ドル。ああ高いな。高いね。俺思ってんけどさ、シンガポールってさ、お菓子売ったらあかん法律とかあるの？あるんやと思う。お菓子のお土産もなかった。なかった。それか、なんかお菓子売るのむずいか。キャラ物でお菓子売るのむずいな。結局なかった。あったんやけど、そのお店のキャラクターみたいな。もうユニバと全く関係なくて、キャンディー屋さんがあって、キャンディー屋さんの中にキャラクターが。で、お菓子がめっちゃ売られてた。めちゃくちゃ。しかもそのお菓子いうのがなんかこう、海外チックのお菓子とか好きでしたから。出来栄え。だけど、こういうセサミとかでのお菓子はなかった。なかったんだね。だから、なんかあるんやろ。なんかあるし、理由が。嬉しかった。全くなかったもんね。これ、日本のユニバのグローブのやつと、並べて置いてみたいと思います。可愛いと思う。そもそもね、多分シンガポールって砂糖に厳しいんだよね。だからジュース高かったもん、ね、ジュースもね、高いし、全然甘くないし、さらにこんだけ糖度入ってますよみたいな、韓国表示みたいなのが、警告表示みたいなのが書かれてたから、多分糖分、まあ、健康促進法みたいなのがあるんだよね、うん。どのジュースも全部味薄かったもんね。そうそう、味めっちゃ薄かった。見ろ。見ろね、粉っぽかった、ね。すごい期待してたのに。はい。あ、俺バケハーバケハバッカすごいな、バケハ3つ目ということでジュラシックパーク2つ買いました、バケハ30周年やね、あこれ30周年デザインやね、そうそう、めっちゃ可愛いやな、いやですか、まあ1年中使えるんじゃないかなと、はい、帽子多かったな、帽子ってか帽子カチューシャ多かったね、帽子っても何もあってもいいし、何もあってもこれもね安かった2900円、めっちゃだね、めっちゃだね、めっちゃ帽子月一でかぶっても回らん回らん回らんめっちゃこれジュラシックパークファンにはかばらんと、めっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いと思います、黒、はい、に金文字っていうのが最高やねはいすいません、しゃべりすぎましたじゃあお母さんはじゃんじゃん、おお、それマジで可愛いな、モコモコトートバッグ、トートバッグっていうの、そうやね、トートバッグ、このモコモコやね、ハロウィンバージョン、これ高かったよ、これ38ドル、そう、これまあまあな、4000弱やった、ね、なんかこれぬいぐるみついてるのかな、そう1個ついてるのとモコモコやし、でもなポケットついてない、おうちポケないですか、まあ
はい、でもかわいい。かわいい。ハロウィン仕様ね。そうそう。いいよね。今度ユニバー行くとき持ってきます。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ僕はこちら。帽子ですね。かわいそうな。そういうのって何、エイジング加工じゃなくて何加工ですか。ダメージ加工ですね、うん、これだから一個一個全然この汗方とかも違ったから、うん、ちゃんとなんか生地からねやってるようなって感じ。サンドッシュ的な感じなのかわいいな。口が多い。かわいい。だから、うん、ユニバーサルスタジオシンガポールって書いてるから選んだ。後ろもこれかわいい。おー、すごい。これ23ドルやったかな、確か。ああ、めっちゃめっちゃ安かったと、うん、めっちゃ安かった。いい感じ、これを2回もない。じゃあ次、はい、はい、じゃあさやかね。これ一応さやかが勝ったのはこれがラストですね。はい、あらあら、はい、こちら。あ、はい、クサネストリートの磁石か、磁石、磁石、マグロやね。あ、これもちょっと簡単な人がいらっしゃらないんですけどもうみんな勢揃いでめっちゃ可愛い。海外はどの辺を忘れてたわ。あら、めっちゃ可愛いよこれ。はい、ちょっと待った。あら、もうこれ1点にマグネットがつけるオッケー。これもね、あとこれ2つしかないです。あ、そうだ、これで終了です。どんどんタック持ってる。ちょっと待った僕も買いました。はい、マグネットです。皆さん一斉に見ていただきましょう。なんかね、カンフーミニオンの、ね、柄があってなんかめっちゃ懐かしくなって買いました。やっぱいればね、去年カンフーミニオンめちゃくちゃ盛り上がっちゃった。これはじゃあタックンと揃えた。うん、そうです。もうザ・シンプルって感じ。かからずしてかぶったっシンガポールね、なんかこういうマグネットのデザインめちゃくちゃ良かったよ。ほんまに。じゃあマグネットで、私は以上でございます。お母さんまだある？スタンプ。意外と買ってないな。うん、そうだね。俺が一番買ってんかもしれない。はい、じゃあトイラ、これキーホルダー、ミニオンの。かわいい。はい、キーホルダー大好き、俺。ピンバッチ。USS のピンバッチね。さっきのやつちょっと形見てんかな。これめっちゃ可愛かった。これがね、ピンバッチが、イエローの値段で、キーホルダーが15ドル。結構高い。意外高い。まずやな。この帽子ができて2300円。そうそう。それが1500円の意味がわからない。多分気持ちなんだな。めっちゃ可愛い。以上です。値段設定。はい。はい。じゃあ最後に最後コップコンバケツがございます。あれね、なんか知らんけどシンガポールのねポップコーンバケツってポップコーン売り場に売られてなかった。そうなんです。グッズ売り場に売られてました。なんかまたこれも日本とは全然違った売り方やなと思ったんですが、1個目。ショップ入ってすぐ見つけたんだ。これは絶対買おうって言った。見た瞬間これ絶対買おうって言ったのが、はい、じゃーん。わー、めっちゃ可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっとほら、もうこれは完全にあれやな、あの、持って歩くんじゃないわ。ね、重たいもん。うん、飾ってくみたいな。こんな感じで。うん、こんなんもだってこういうのってさ、何がいいってもう10年後20年後でもこの状態で置いとけるっていうのがやっぱいいやつ。泳げるね。おお、うん、あ、かわいい。紐もかわいい。紐めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。紐がね太い、ほら、超かわいい。かわいい、かわいい。これが45ドルですね。これが、うん、45ドル。値打ちあるよね。値打ちある。マリオと同じような。そうやな。ちょっとマリオ。マリオだってもう5000超えてるからな。そうやね。これあったら絶対売れるよ。売れるよ。かわいすぎる。ちょっとこれポップコーンバリクリですよ。でもちょっと重たいの、ぶら下げてある。確かにそう。はい。じゃあ次。これで最後や。本場の最後や。そうやね。うん。これも店入った瞬間目に入ったもんな。これ大本命。こちらトランスフォーマーのポップコーンバケツ。おー、すごい。めっちゃ光る。これはマジで可愛かった。可愛いな。これいくらやったっけ。これも4号やったんだよ。4号ぐらいやった。これね、なんと言ってもね、腕が動く。あ、そうなんや。足はちょっと動かしすぎたから次へさらぐらい渋い。でボタン式で目が光ると。えぐいね、かわいい。でロボットっぽい、うん、でこれベルトつけるとこなんやろ、うん、すごいなと思ったの。これねカチッてやって出てくる。あ、なるほどね。だからもう完璧に飾りたい人と首からかけたい人どっちも満足する作り。でもそれもはい。でここがコックピットみたいに入ってポップコーンが出てくる。ベルトめっちゃ可愛いから。可愛い。
可愛い。めっちゃ可愛い。ベルトめっちゃ可愛い。本当に。本当は。あ、これ48ドルちょっとだけ高い。やっぱ違う。スピカルからかな。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。今回はトランスフォーマーのな、あのアトラクションも乗ってめちゃくちゃ素晴らしかった、うん、やっぱりトランスフォーマーまた好きになって、うん、また、はい、な頭から見直したくなった、うん、なんか意外と買ってない、なんかさ、ね、すごい買ったような気にしてるけど、まあ、まあ入れてた気がするよね。でも20は買ってるんだ、もう時間ギリギリやってな、うん、試合に焦って時間があんまりなかった。じゃあ最後にちょっと番外編、はい、番外編、はい、ゆうこんち。他の動画見てくださった方はね、もう見ていただいてるかと思うんですが、ゲームの経験です。ミニゲームの経験、これと、あと、これどない持って帰んねん、ゆうさん。言うてたら、あの、ネズミちゃんのぬいぐるみあるでしょ。こんな感じで持ってできました。板塩抜きみたいな、ちょっとね、また抜いてな、抜いてちょっと抜かせていただきました。お尻さすがにあれは持って帰られへん、持って帰られへんかった、うん、またちょっとなんかあのニトリとかでまた売ってるやつ、なんかまた100均とかでもあるやん、ね、100均とかだからこれ詰めよう、一生しようしよう、でもこれはこれで可愛いね、これはこれで画面さすが壁にめっちゃ可愛い。ミニゲームのね、物価も安かったんだな。安かったね。安いなんかね、物によって違って、3回分挑戦したら割引。ひよこはしつくいのやつ、うん、ダブルアップチャンスみたいな、ね。あったね。ああ、嘘かったですね。もう一回追加したら、今のポイントに上乗せできるよみたいな。うん。うん、だから、でかいのもらおうとしたら、もうお金かけたらいくらでももらえる。そうそうそう。では、最後に番外編その2、写真見ていただきましょう。写真も高くて、これが3000円で、これがね、5000円、うん、これでも分かるよ、外がなんかプラスチックの、ね、なんかめっちゃ綺麗になったけど、これ写真セサミやろ、ガバミニオンそれちょっと合わせてほしかったみたいな、ちょっと雑、これはね、めちゃくちゃ可愛い、あ、いいやん、マミー、マミー、マミーね、これ3000円、日本人が折れるだけっていうのも、ね、やっぱ海外感で、ね、はい、ということで、はい、以上です。番号編もう一個出てきた、これはホラーナイトで買ってる。ハートマイ。わかんない。絶対これ日本じゃ可愛いんだ。浮かれてるな、やっぱり。ちょっと浮かれてるな。いいね、おお、20ドルや。めっちゃ20ドル。15ドル。ちょっとでもね、シンガポールのお土産の雰囲気味わっていただければ幸いでございましたが、皆様いかがでしたでしょうか。シンガポールちょっとでも行きたくなったよって方は、チャンネル登録まだの方はぜひしておいてください。いいねも忘れずによろしくお願いします。お願いします、はい、今後もお母さんの目玉土産増やしに行きましょう、うん、はい、でじゃあせーの、バイ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 。これ多分ね、これじゃない、あのギャラクッカのキャラクッカのジェットコースターの、あ、言ってたね、多分そのキャラクッカ、これでもあれに、あのサロフェアリーみたいなもんでかいやつ、めっちゃあれに似てるよね、うざいウサギのセンター、これあれやろ、ハムスターやろ、多分ハムスター、多分、うん、ネズミ